どうも、臼井総理です。先日ちょっとした用で長野に行ってまいりました。で、帰り新幹線を回ってたんですけど、スキーシーズンということもあってかむちゃくちゃ混んでて取れなかったんですね、指定席が。で、何本というか2時間以上ですかね、見送ってようやく乗れたんですけれども、まあ、その間に長野駅のにくっついてる駅ビルを探索しておりました。そしたらですね、東急ハンズが入ってたんですね。で、そこでちょっとね、売ってたものを買っちゃったので、衝動買いしたのでご紹介。まあ、福袋だね、ある意味ね。なんかね、ビジネス文具セット3000円って書いてあったから、まず買っちゃいました。これほら、3000円プラス税って書いてありますね。これ。買いました。これ全部リヒトさん ?LIHIT で、リヒトだよね、確かね。リヒトさんの、なんかこう、ものが入ってる。ちょうどね、欲しいのが、あった。便利そうなのが入ってたんでね、ちょっと買ってみました。開けよう。やっぱこう、詰め合わせとかね、福袋とかそういうの楽しいよね。じゃあまず、こちら。そう、これが欲しかったんですよ、これ。じゃーん、リヒトキャリングポーチ、メイドインベトナム。これコーデュラ、すごいな。これ丈夫なね、布でできてる、キャリングポーチです。英語版。7インチから8インチのタブレットが入るって書いてあります。あ、ショルダーベルトは付属しておりませんって書いてあるな。ショルダーベルトは付属しておりませんって書いてありますけど、まあ、この状態のポーチで。あ、これ便利そうじゃない？ねえ、いろいろポッケもついてて。で、ここにタブレットが入ると。ありました。ちょっと今、探したらあります。もう傷だらけですけど、あ、画面が映ってる。安い、ケイアンのね、タブレット。7インチのタブレット。KEM70B ってやつですね。これ7インチです。7インチ。じゃん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 。あ、超余裕。超余裕です。Kindle だ。Kindle Fire。HD じゃない Kindle Fire だったかな。はい。うわぁ、もう多分電源入んないよ。もう入んないね。これ8インチですよね、多分ね。Kindle Fire。あ、入りました。そうですね。ちょっとこれ以上の大きさだと入んないかもなっていう感じです。うん。というわけで、こう8インチタブレットが入るポーチ。こうバッグインバッグでね、使えそうなので、いいかなと思いました。次。もうでかいの出しちゃおう。じゃん。今度はこれもキャリングバッグ。A4 のノートパソコンが入るぐらいだと思いますね。違うわ。B4 用紙対応って書いてある。超軽量タイプ。これいいな。打ち合わせとかこれでいこうかな。今持ってるカバンちょっとね、ごっついんだね。キャリングバッグ。あ、いいっすよ、これ。これいくらなんだろうな、もう。ほい。あ、中はシンプルに、仕切りとかは、この中は何もないです。本当にガサッと、あるだけ。で、横に、大きいポケット。まあ、本当に、クリアファイルとかね、挿しとける感じですね。お、それ以外なし。お、シンプル。超シンプル。めっちゃシンプル。ノートパソコン入れてみようか。ね。ちょっと動画出しました。X1 ヨガ。これはまあね、余裕で入るでしょ。あ、来た。あ、行きますね。はい。多分ですけど、15インチまでは入るかな。でも横幅結構貴重だな。はい。個人的にはものすごくぴったりです。X1 ヨガは入って、まあちょっと余るぐらい。うん、はい。で、横に、横にクリアファイルが入ると。なんでこれやねんって思って。クリアファイルもちょうど入ります。クリアファイルがファイルよ。ね。はい。こういうキャリングバッグがついてました。まだあとついてて、あとは2つ。これですね。同じリヒトの、リヒトでいいんだよな、この会社。衣替えカバーノートブック。で、なんかスマートフォンアプリで読み取れるこのね、台紙がついてる。台紙っていうかメモ用紙がついてるみたいです。紙はちょっとしか入ってない。リフィルはちょっとしか入ってないですけど。いいですね。でね、首から下げられる、ネックストラップ付きなんだって。これ面白いね。取材ではちょっと使いづらいかな。取材はね、立ったまま書くことが多いんで、もうあるんで、分厚い台紙のものを使ってるんですけど、
ああ、ごめんなさい。私のことを何者か知らない人も多いと思うんですけど、私一応本業は、物書き、ライター編集者をやっておりますんで、取材よく行くんです。あ、こういう感じだ。こんな感じ。こう。まあ、紐の長さは多分変えられると思うんですけど、こんな感じで、首から下げておく。ね、お買い物も忘れない。ね、そんな感じですね。で、最後が、同じこう、衣替えカバー、ノートブックの、英語版この、あ、英語版ですね。英語版のやつですね。はい、こんな感じ。リフィルはほんとちょっとしか入ってないっす。これなんか、その、エレコムが作ってるやつで、スマホの無料アプリで書いたページをデジタル化できます。なんとかって書いてある。まあ、そんなやつ。はい、この4点が入っておりました。ね。はい、これで3000円プラス税。高いか安いかはあなた次第です。というわけで、個人的には、このキャリングバッグとキャリングポーチが欲しかったので、買ったということでございまして、大満足でございます。そんなわけで、東急ハンズで買った、ね、リヒトの文具セットでした。